はい、働きながら年金をもらいたい社長がですね、やってはいけない報酬設定とはということで、役員報酬最適化を活用した、シニアの経営者様向けの、年金復活プランですね、こちらの情報をご提供しているんですけれども、最初にお試しコンサルで、1つ2つですね、代表的な報酬設定例をご提示をして、確かに年金が受け取れるようになると、年収を下げずに年金が受け取れるようになるということをですね、情報提供をしております。で、皆さんご納得はいただく、ご理解をいただくんですけれども、その後具体的な導入支援の段階でですね、導入のコンサルティングの中で、その後は私どもに報酬をお支払いいただいて、導入支援をご依頼いただくのもよし、あるいは自社で導入されるのもよしということなんですけれども、自社でね、導入されたケースの場合で、導入しようとされて結局年金が出ないというケースがね、あるんです、中にですね。ですから、これはちょっと報酬の設定の仕方が間違ってるということなんですけれどもね、きちんと在職老齢年金の計算式に応じた形で、年金が受け取れるような設定をしなきゃいけないんですけれども、設定の仕方によってはですね、年金が出ない、あるいは一部しか出ないということもありますから、十分ご注意いただきたいと思います。